どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はナイス玉割り全武器スペ検証となります。スプラス3ではナイス玉続行ということで、前作でも行ったナイス玉割りを検証していきたいと思います。新武器スペの加入もありますので、既存の武器も変化があるのか見ていきたいと思います。では早速やっていきたいんですけど、検証の前に測定条件を出していきたいと思います。今回は5つほどあります。ナイス玉は自分のナイス連打のみで発動までの時間とします。発動に合わせて攻撃をする。チャージ武器はチャージ開始も込みとする。対物アップなどのギアはなしとする。割れる割れないアーマーのみの3段階で判断します。武器の性能かぶりはなしとする。スコープなどという5つの項目を持って、測定を行っていきたいと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速していきましょう。
今回はここまでとなります。ナイスな周り全武器スペ検証はいかがでしたでしょうか。思ったよりも割れない武器が多かったという印象ですね。ナイス玉を割りに行くときは味方と協力するのが良さそうです。またナイス玉自体の攻撃も強力になっているので不用意に近づかないようにしたいですね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。